こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではビジネスゾーンの練習をより効果的なものにするための練習方法を紹介したいと思います。それは何かと言いますと、ちょっと私の足元を見てください。スティック、練習用のスティックがありますね。こういうスティックをボールの後方に置いています。このようにボールの後方にクラブヘッドをバックスイングで上げていく方向、そしてダウンスイングでクラブを下ろす方向のガイドラインを置いているわけなんです。そうすることでクラブがアウトサイドに上がったり、あるいはインサイドに上がったりすることで方向性が悪くなったり、あるいはミート率が悪くなったり、そういったことを防いでくれるわけなんですね。このスティックを置いて練習をする時のポイントがあります。それはまず1つ目、スティックをターゲットラインに対してまっすぐ置くのではなく、ほんのわずか斜めに置くということです。これはスイングというのは体が回転して打っていくわけですから、なだらかな円運動になるわけなんですね。クラブヘッドの動きというのはインサイド、わずかにインサイドに上がって、そしてフォロースルーもインに抜けていく、インサイドインの軌道が正しいわけです。ただほんのわずかですね、この映像で見ていただいているようにほんのわずかインに向けるというのが1つのポイントです。2つ目のポイントはバックスイングを上げていくとき、実際ボールを打つときにですね、実際ボールを打つときに目でクラブヘッドの動きをこのように追ってしまわないということです。素振りのときはもちろん追って確認していただいてもいいんですが、実際にショットをするときは目はボールを見たままスイングするというのがポイントです。ボールを見ずにクラブヘッドを追っかけてしまいますと、それだけでミート率が下がってしまう原因になります。真面目なゴルファーほど正しく上げようという気持ちが強くなって、どうしてもスイング中ボールを打つ時もクラブヘッドを目で追いかけてしまうという癖を作ってしまっている方多く見かけます。必ず目はボールに固定したままスイングするということを意識してください。それではもう一度やってみましょう。そしてですね、ボールとスティックの先端の距離、これはですね30センチ程度は上げてやるようにしてください。このような形ですね。時折素振り等で正しく上がっているかどうか確認をしていただいて、実際打つときはボールを見たまま打つということですね。今回はビジネスゾーンの練習をより効果的なものにするため、特にクラブヘッドの軌道を安定させるための練習方法を紹介させていただきました。この練習をすることで方向性が特により良くなります。そしてまたミート率、ショットの再現性、あらゆる部分の向上というものが見られます。ぜひ参考にしてみてください。